はい、皆さん、こんにちは。ぜひ、こですそれでは本日なんですけども、吉野家でオリガインペイを使ってみたということで、今回はオリガインペイにクーポンがついてたので、今回は実写の動画を踏まえて解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは早速実写の動画に入る前に、その、 の紹介なんですが、こちらですね。まあ、リりンペイを開くと大体みんな多分届いてると思うんですけども、コンビニでも何度でも2%オフということで、ローソンポプラでも折り紙アプリでのお支払いが本日10時よりその場で2%オフ。最大割引金額が2000円までいけるということで、で、銀行、あ金融機関口座からのお支払いなら夜お得な3%オフとなりますと。で、コンビニでお支払いの際はラジにでお支払い用のバーコードを提示してくださいということで、今回僕は金融機関口座というのを連携させていただいているので、3%の 状状態態でで使える状態となっておりますそれでは早速自社の動画を見てい、きましょうはいそれでは早速、もう吉野家に着いたので入ります。で、今回僕が注文したのは、こちらの吉野家の牛丼の、えー、頭大盛りっていうやつですね。はい、それでは今僕が見せてる画面っていうのが、折り紙ペーを支払う時の画面となります。で、この画面を店員さんに見せて、見せて、そしたらピッと。 あのやってくれるので、それでもう会計が完了です。そうすると、画面がこう出れば、もうこれでお会計完了ですよっていう、めちゃめちゃ簡単ですね。 で、その会計したら、まず左の画面のようなものになります、えー。お支払い完了ということで、僕の画面に出たのは最初、こちら左の画面ですね。467円ということで、元々480円のものがマイナス13円割引ということで、まあ、後ほどレシートという項目があるので、そちらを、あの、見てみると、まあ、こんな、あの、折り紙割引ということで、480円のものが467円になってます。ということで、これで割引がしっかりされているということになっております。 はい、ということで、いかがだったでしょうか本日は折り紙ペイを使って、 吉野家でお会計をしてみたということで、まあ、もしオリガンペイでまだ使ったことないということがあれば、もし参考にしていただければなと思います。もう今やっぱこういった割引とか、今キャッシュリスウィークなどで、まあ、少しクーポンとかも結構出てたりするので、まあ、そういったのでオリガンペイを今回利用するのにもいいきっかけになればいいかなと思いました。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと、ツイッターもしてるのでツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。